気泡、千羅さん、復当番で日米百勝達成もナイアフライで負傷緊急降板。右肩痛のため開幕から負傷者リスト、アイエルに入っていたメッツの千賀滉大がブレーブス戦で今季初登板。5回まで毎回の9奪三振など5回3分の1を2安打2失点で今季初勝利、日米通算100勝目を挙げた。千賀は6回内野フライの時、マウンドを降りた際に足に異変が起きて転倒し、苦悶の表情で左ふくらはぎを押さえた。緊急降板した千賀に球団は左ふくらはぎの張りと発表している。不良再建になってしまう、かわいそう。田村の生まれ変わりか、こいつ普通に今季は絶望か。千賀自身は幽霊部員やんけ、つまずいてないよな。まさか今シーズン稼働1日で終わらんよな。滑っちゃったか、なんで怪我したのかわからんわ。運動外で怪我するおっさんよりひどい。歩いてるからふくらはぎがちょっと、ただけしゃあないやん。同等の速球を投げられる選手が DFA になったらしいぞ、藤浪って言うんだけどな。メッツは26日、藤浪晋太郎投手30をメジャー選手登録の42枠から外したと発表した。これは事実上の戦力外で、今後はウェーバーで獲得を希望する球団がなければ自由契約などの措置が決まる。カルロス・メンドーサ監督は試合前の会見で、千賀のためにロースター枠を空ける必要があったと説明した。悪運強いな藤浪の電撃復帰あるんじゃね。まあそうなるわな。オメガ、噂はと同じパターンちゃの。40人枠から外されるだけでマイナークラスなのは変わらんやろ。もうこともしいを感じる。 NPB も引き取る球団あるのか。引き取らないと自分とこのセンス壊されるぞ。 NPB はさすがにもう間に合わんから、どこも行くとこはなさそう。ドジャースで大谷がビシッと来たやろ。ゴークはメッツが払ってるから、ただ同線で雇える。知名度高い選手がアメリカで DFA になり、 NPB でも引き取りていなかったパターン過去にあるんだろうか。アメリカでラフな練習を覚えてしまったから、もう日本の練習耐えられんで。聖夜が向こう行った時にあまりにも練習が短いし、手取り足取りの日本と違いすぎて怖くなったって言ってた。これは自分で考えてやらんとここで終わるなと。そんな鈴木聖夜ですが、首里南を問題視されトレード出されそうだし、藤浪が DFA 食らうのは当然の帰結。管理人のつぶやき、千賀さんは映像を見る限り大事ではない気がしています。自分で歩いて退場していますし、千賀さん復帰と同時に、とうとう俺たちの藤のメジャー昇格が絶望的になってしまいましたね。どんな選択をするのか注目していきます。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。